今年の6月で丸3年になるコナミのスポーツクラブスイミング、3年間続けられたという安心感からか、6月に入ってからガタッと練習量が減ってしまった。一応4種目すべてを泳げるようになった安心感からか、それともマンネリかからか、全く練習に行かなくなっていた。8月に入ってから少し練習に行くようになって、今日久しぶりに1キロ泳げた。1キロを泳ぐのは5月以来4ヶ月ぶりになる。バタフライを中心にしっかり泳いだ。1キロといっても連続して1キロ泳ぐのではなく、25メーター単位で1キロを泳ぐ。この日は私の大好きな女子のコーチが教室をする日である。毎火曜日11時半からある。人気のコーチで、今日も大盛況の教室でした。泳ぎ終えた後、向かいのスターバックスでお茶を飲む。ツタヤと併設されたこのスターバックス、本がタダで読める、とてもお気に入りの場所です。今日も2時間ぐらいはここで過ごしたと思います。今はこの本をタダ読みしています。江南大学のリカレント教室から行く韓国視察旅行のためです。韓国を少しでも知ろうと読み始めました。なぜこの場所が私のナイススポットになっているのか。一つは、長時間いてもあまり気にならない、気にすることがない。それとスタッフの応対が良い、感じがいいなどかな。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。